こんにちは、ジャンゴです。今回は、バキ、キングオブソウルズ。これね、なんか新しく始まったみたいなので、ちょっとね、やってみようかなと思います。ということで。バキ、キングオブソウルズ。キングオブソウルズ。はい、まあ、やってみましょう。チュートリアル突破で、2000もらえるよとかいろいろ書いてありますが、まあ一応ね、同意して始めるでいいんでしょう。ほい。あなたのことを教えてください。いいだろう。よしは後から変更できます。へへへへ。ああ、はい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 。まあ髪は黒だね。フェイス知らないよ。もうこのままでよくないか。いや、このまま行こう。とりあえず、ニックネームはね、まあ、多分スズメじゃないと出てこないんだよね。麻雀のジャンにね、囲碁の碁で、ジャンゴと名乗っておりますということで、碁が出てこないぞ。あった。はい、じゃあこれで行きましょう。はい、グラップラーの設定を、終了しま、あ、確認チャンスよろしければ設定するを押してくださいということで、まあこれでとりあえずいいでしょう。はい、画面タップで動画が流れますと、シコルスキー。香るな。まだ乾ききってない血の香りだ。徳川の血が教える数日前からの態度。その答えが今夜のはず。そうか、このアプリあれなんだね。つわものを求める。あの最強死刑囚から来るんだね。はいはいはい、なるほど。ん、バキもね、漫画はね、あの一応全部読んでるはずなんだが、アニメがね、どんな感じなのかよく分かってないんだよね、実は。ということで、ようこそ。なんだっけこいつ、ちょっと名前がパッと出てこないな。読み返してないからな。あ、スペックだ。スペックドイル、シコルスキー。君が呼んだのか。ね、いや、わしじゃないさ。読書の人なんだっけ。彼らを呼んだのはこの闘技場の土に染み込んだおびただしい血と、読書の人と海洋の人だよね。彼ら自身の血が呼んでると。はい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 。人生ってのは分かんねえもんだ。人生に運命ってもんがあんなら、お前の運命はあの日に動き出したのかもしれんな。お前はやることと言ったら、毎日喧嘩ぐらい。適当に雑魚をボコっては満たされねえって顔してたよ。そんなある日奴は現れた。大方知らねえうちに奴の射程でもボコったんだろう。だが奴は言った。別に敵討ちなんて大層なもんじゃねえ。俺はお前さんとただ喧嘩がしたいから来たんだ。お前は奴に乾杯した。これを機にお前は逃げていなくなっちまうかと思ったが、ボロボロになったお前はもっと強くなりてえって目をしてた。だからお前にここを勧めたんだ。やりたいだけやってみな。いつかでっけえ舞台でお前の戦いを見せてくれよ。名もねえ喧嘩しより。新進会本部道場。ほう。たまんねえな。ほう、喋るね。いい音出してるじゃないか。見ない顔だが。お。新入りかい。そうかい。オロチカツミ。そりゃいい。そりゃいい。新進会空手よ。はい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 。俺か。オロチカツミね。俺はオロチカツミ。はいはい。会長のオロチドッポは、まあ親父ってことになるわな。結構喋るけど、これはアニメのセリフとかを使いましてるのかな。見えるが、はあ、いや、危機迫る練習の訳を聞きたくてな。そうか。はいはいはい、なるほど。まあやられてここに来たと。それで強くなりたい。地下の投手を目指す。地下の投手を目指す。なかなか肝が据わってんな。なかなかよく喋るね。地下闘技場の投手になる。ど素人の体現騒動。そう言ってしまえばそれまでだが、こいつの身のこなしには光るものがあるな。何より恥ずかしげもなく強くなりたいと本気で思う。その土小骨。根性は格闘士向きだ。根性育成ね。試してみるか。なあ新入り君。なんかオロチカツミのポジション。自分の強さに興味はあるだろう。あのファイソルだと青木のポジションか。ちょっとうちのもん相手と。はいはい。遊んでみよっか。誰が来る？
誰が来る？ああ、レッツかよ。まずは今のお前の全力を、はい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 、俺に見せてみろ。まあ勝手に戦うと、パンチは当たってるぞ、パンチは当たってるぞ。何もしてない、別に。精神統一、攻撃力上がる、アッパーカット食らう。はあ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 。え、っていうか、お前さんは偉大なる、格闘士たちの魂、闘魂と共に戦うファイトスタイルのようだな。闘魂の力を借りて技を放ってみろ。これいないんだけど、何者？ああ、バキか。はい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 。おお。まあまあまあ、やっぱりファイソルなんだね。今のは多い。それまで。ほう。勝負ありってところだ。まあでもこっちの方がよく喋るね。はい、チュートリアル完了。素人。素人なんかい。ただの素人ってわけでもない。奥義出したのに。悔しさが顔に出てしまってるみたいだな。だが、ほうほうほう、最初はそんなもんだ。それにお前さんは筋は悪くない。もう列会を来たね。君には可能性が感じられる。の、お、いや、さっきまで戦ってるじゃん。レッツさんかい。レッツさん。紹介しよう。彼は、レッツ海王。特別顧問として招いている。今は異世界転生してます。知っているとは思うんだ。知ってるよ。俺は一度、この人に敗れている。一撃でな。で、今は腕をもらってる。そのレッツさんに見込まれるか、これ以上のもんはない。君は技術を見通す目を持つ。模倣することに長けている。はいはいはい、なるほどね。権威圏に似た思想だ。トリケラトプス圏ね。基礎のカンフーが足り。おう、よく学び、よく鍛錬せよ。よく鍛錬せよ。そうすれば必ず強くなれるだろう。ああ、でもよく喋るね。私流の鍛錬方法を教えて差し上げよう。構え、はじめ、はじめ。はい、まあガチャですね。はいはい、なるほど。まあ、はじめは無料でガチャが回せるよと。ね、一応ね、リセマルとかするつもりないんで、一発勝負だね、ここは。最初の無料ガチャ。史上最強を目指して何が悪い？さあ、頼むよ、なんか来てくれ。それとも、はじめ決まってんのかな？地味。ああ、星5ドリアン。はあはあ、なるほど。最初は星5が必ず出るのかな？ドリアン解放ね。ドリアン解放ね。あー、さあ、新たな仲間を確認してみよう。早速編成で仲間にした魂を装備だ。まあでもこれあれだよね、ファイソルと一緒なんだったら別にチュートリアルはやること自体は分かってるって、画面一緒じゃねえかよ本当に。どうした？はい、ミスターカズミボッとして。ああ、悪いなレッツさん。ちょっと思いついた。そうかそうか、読んでくれるからね。俺が喋ることないな。ちょっとこっち来なよ。はいはいはい。どこ？ホーム。ダウンロード。血がポタポタ。80%、 もうちょっと。まあこの間にね、ちょっとなんか喋ってようかと思ったけど、もう 90% だからすぐ終わるか。はい、はじめ。99% じゃんまだ。これから最強を目指す戦いの幕開けです。まずは共に最強を目指す仲間を探すため、追憶公園にて11をクリアしましょう。はい、まあこれは許可でいいんだっけ。無料11年ガチャもプッシュ通知をオンにしてお得な情報を見逃すな。まあこれは後でいいでしょう。他のゲームのね、あの動画撮ってる時に通知来てもあれなので、一応ね、基本的に全体的に切ってるからね。さあ、初心者、グラップラ限定、ルーキーログインボーナス、なんかもらえた。バキキングオブソウルス、始動、始めいか。地下闘技場。最年少。チャンピオン。ハンマーバキ登場。246星6つあるのか。はははは。はそうか、ファイソルと違って初めから星6がいるんだね、レアリティとして。あっちで言うチャンピオンケンタマだ。なるほど。ベンダで敵を完膚なく叩きのめす。ハンマーバキ星6。
ほう。まずはまだ引いてない無料ガチャ、これちょっと引いてみましょうか。いきます。さあ来い。さあ闘技場に入って、はい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 、はい、史上最強を目指して何が悪い。これは外してんなきっと。まあでも最初だからね、見てみましょうかと思ったが、星さん、しのぎ将校、しのぎ交渉だ。加藤清澄、全部星さんか。しのぎくれは、レッツ海王、スエドワッチ、レッツ海王、ちょっと待った、早い早い早い、ニューじゃないと止まらないんだ。片日だ。誰だよお前、戦わないだろう君。星4は2人だね。列海を星4だったのかこれ。なるほど。23時半まで無料、まだ無料で引ける。もう一回行きましょう。星5出ないかな。星6は多分ね、無料のガチャ入ってないんだよね、ファイソルと一緒なら。お、赤い、これ星5入ってるでしょ。史上最強を目指して何が悪い。さあどうですか。さあ、はい、はい、星4、ゲリーストライダム、ストライダムか。はあはあはあ、ああかぶりかぶり、清澄清澄と続いて、園田森生、これなんか刑事の人だよね。お、柴千春だ。まあね、まだ今のところね、ほとんどニューだろうから。柴千春何体組んだよ。なんで1回のガチャで4人も同じの組んの、偏ってない。はい、次からは無料ではないよという感じですね。チケットガチャはさっき配布されたのなかったっけ。プレゼントから受け取るとかしないとダメなのか。贈り物ですね。100と、24時間チケット、初心者の、ログインボーナスです。これはん、バキ飯、これはガチャじゃないのかな。まあ、とりあえず、もらいましょう。プレゼントから受け取る、デイリー達成済み、1時間バキ飯。バキ飯がなんだかよく分かってないけどね。とりあえず編成しましょうか。星4の、列海王、柴千春、ドリアンは星4星5両方でも、あー、ストライダーかこれ。なんか顔が似てるんだよな。はいはいはい、ちょっと待って。1,2,3,4,5、これでいいか。はい、総合力1万超えましたね。とりあえず喋んない、ここでは喋んない、それとも喋るキャラと喋らないキャラがいる。そうしたらね、どうしようかな。まずはこれ何、追憶って書いてあるけど、これをやれってこと。追憶をプレイしてバキの物語を楽しもう。これストーリーモードみたいなやつか。この追憶システムとは、アニメの原作の追体験をしながらプレイヤーが主人公となりバキの物語を堪能できるコンテンツとなっております。追憶における試練として、本来物語では戦うことのない相手と戦うこともあり、原作ではなかったオリジナル展開も一部含まれております。プレイヤーは登場キャラクターの視点とプレイヤーのオリジナル視点、物語の進行度に応じて各視点で物語を楽しむことができます。早速強くモードをプレイしてみましょう。はい、まあちょっとだけね、もうちょっと様子見ましょう。まずは土下座をせい。まずは土下座をせいの人が出てきた。はいはいはい。は？は？つらかせて。ああ、なんかちゃんとアニメ流れるんだね。はい、そうですかってわけにはいかねえんだよ。もう一度言う、つらかせい。まあでもね、ずっと喋られてるとね、俺喋ることないから何とも言えないんだけど。べき。いいっすよ。はいはいはい、はい、行きましょう。まあ死刑周辺からなんだねこれ。あの一番最初のオロチロッポが土管粉々にして亡くなっちゃったとか、あの辺はま、あのやらないわけだ。こんなところで呼び出して何のようです先輩。何のようだ、決まってんだろう、ここ喋んねえか。お前を閉めるんだよこれから。なんでっていうか俺じゃん、そういうあかりは苦労はねえんだよ。なぜかこいつを見るだけで体が震え上がる。
どういうつもりですか、閉めるとか。さっきからこいつを閉めなきゃ不良の看板なんぞ背負えねえ。どんな手を使っても。だからよ、はい、銃が出てくる。おら、どうだこいつは。あれ、これあれだよね、後ろに、ああ、そうだよね、見えたろ、拳銃だ。こうなったらどうするよ、どうするんだよ。スペックなんだこの異様な大男、いきなりスペックって怖いよそりゃ。よーし、まずは土下座せい。はい、まあこんな感じでちょっとストーリーがあるということみたいですね。で、イベントはまだないのかなって言おうと思ったら、デイリーイベントがあるな。はーん、これはあれか、ファイソルでいうシイタケのやつかな。あ、シイタケだね、完全にシイタケだ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、シイタケ、シイタケだね、これは。果たし状30個が、一応ね、0円で受け取れますよと。はい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 。これで稽古して、まあ、強化素材と交換しようとか、そんな感じですね、これは。まあ、一旦戻ろう。なるほどね。事前登録15万人突破特典。これ受け取りましょう。はい、受け取り押したけど、8500と星5確定トーコン。あー、石増えたね。どうしようかな。でもガチャね、すぐ回すか、なんか新しいのがね、加わってからっていうか、多分ね、これ投稿ガチャ工場のやつだから、星6入ってなくない？これ。あっちと一緒だったら絶対入ってないんだけど、入ってないよね。技持ち星5投稿。これが当たりなのか？ちょっと待って。でもこのね、チャンピオン、バキはね、どのガチャに入ってんのって話だよね。獲得ガチャが押せないから、多分ね、これね、お知らせだけ出ててガチャないよ、今。これ星5までしか入ってない工場ガチャだもんね、あの、一歩の方で言う。今回さない方がいいね。そうなると。まあ、星5確定は戦力整うまでは回してもいいかってことで、じゃあこっちだけちょっと回して今回一旦終わりましょうか。いきます。裏でちょっとシナリオは進めていこうかなと思います。ってことで、とりあえず星5のキャラが、史上最強を目指して何が悪い、史上最強を目指して何が悪い。さあ、来い。何が来る？誰？あはは、スペックか。あー、まあ死刑囚ばっかり出るな。はいはいはい、まあとりあえず編成に加えておきましょう、スペックね。はい、オッケー。これで、あー、でもあんまりなんか総合力が変わらんねえ。まあレベル上げてないからかな。おそらくこの闘魂強化でレベル上げて、そのうち闘魂連携みたいなね、剣玉連携と同じのが来るんじゃないかなと。全く仕組みが一緒だからね、これ。見た限り。絆とかもあるのかな？闘魂連携。これ絆だね。マジでそのまんまか。あーはーはー、なるほどね。バトルサポーター、サポートキャラもいるよと。はい。というわけで、まあ、なんかね、バキのガチャとかね、お知らせには出てるのに、まだ回せないっぽいし、ちょっと、今回はね、一旦この辺で終わりにしておこうかな。あ、ランク上げなきゃ出てこない闘魂ガチャで、チャンピオン剣玉みたいなやつは、チャンピオン剣玉ではないんだけど、出せるよということで、とりあえずね、ランク上げてからガチャ回しましょうってことだね、きっと。初めのね、ガチャはね、星6入ってないので、回さない方がいいと思います。ということだけ、とりあえずね、初めて、バキのやつやる人には言っておこうと思います。ということで、今回はこれで一旦終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。